日本東京都練馬区栄町栄町は東京都練馬区の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は176-0006。北部を、羽沢、南部を、トヨタマエ、東部を、小竹町、旭日川家、西部を桜台と接する。桜台との境を環状7号線が通っている。また、環状7号線の地下には、 西武有楽町線新桜台駅がある。西武池袋線江古田駅南の線川通りにある駅南口交差点から西武池袋線の踏切を通って新桜台駅方面へと続く道路と武蔵野音楽大学方面へ向かう道路を中心に町内には古くからの商店街が形成されている。狭い路地に大小の商店が軒を連ね、 学生街ということもあって、賑わいが絶えることがない。町内からは、日本大学芸術学部、武蔵野音楽大学も、近く、有名なミュージシャンを輩出した老舗ライブハウスや舞台、芸術関連等の文化施設も数多く存在し、芸術家の街としても、都内有数である。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄り駅の一つに西武池袋線の江ゴタ駅、そして最寄りのバス停留所に羽沢停留所が存在するが、江ゴタ駅は朝日川丘、羽沢停留所は新桜台駅が栄町と羽沢の区間にあるため羽沢側に存在する。ありがとうございます。